オフ会のチケットもソールドアウトなんですか？そうですね。やっぱり、はい、気持ちが多いから来るとか言って、行きたいんで、大輔さんがでもチケット取れなかったって言って。さあですね、今羽田空港に降り立ったところなんですけども、これからですね、モノレールの改札を、改札抜けまして、構内に、ね、入っていくにあたってめちゃくちゃ混んでるんじゃないかっていう情報がありますんでね、一応これ日本は3連休ですから、あ、ちょっと今またねモノレール来ちゃいましたけども、3連休ですのでこれ結構ね混んでるんじゃないかってことで戦々恐々としてるんですけど、今から行きましょう。僕のですねファーストリアクションをね皆さん一緒にチェックしてください。本日は9月の18日でございます。さてさて、あ、でも保安検査から伸びている列が全然見えないですね。今日めちゃくちゃ空いてるこの時間、今18日の午後1時前ですね、12時35分、全然並んでないです。今日はラッキー、はい、みんなお食事時ですかね。今どん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 エスカレーター登ってね、2階あれ3階かな、飲食コーナーにね向かっているという感じです。さあ保安検査はこんな感じでスイスイスイと進んでますね。これだったら全く怖いもんなしで、今日念のためね3時間半ぐらい前に今到着してんですけどね、出発の。これだったら普通にチェックインしてゆうゆうゆうとゆったりとね、過ごせていけるんじゃないか。羽田空港のね制限エリア内のラウンジ、ちょっとね僕も今から入っていきたいなと思いますけども、まあ、ゆったりした時間を過ごせるのかな。ちょっと今日はね暑いからシャワー浴びたいんすよね。この前ね8月にペルー行った時とは打って変わってめちゃくちゃ晴れてるから今日は、まあ、それはそれでいいんですけど、暑いからねこれちょっとシャワーあるかな。派手な制限エリア内ラウンジでゆっくりしつつシャワーを浴びるということをねちょっと目標にしながら、さてデルタ航空のチェックインカウンタースペースに到着してまいりました。無事にですねボーディングパスのプリントアウトができまして、今日のシートはあれなんですよ、 F っていう番号の列なんですけど、これね真ん中の4列シートのさらに真ん中ということでね、あんまりまあいいシートじゃないんですけど、まあ安いチケットですから致し方ないですね。今回はデルタのベーシックエコノミーになるのかな、だからエコノミーよりも普通のねエコノミーよりもさらに安価な選択肢を選んでいます。まあ、それなりの価格だったんでね満足はしてるんですけど、トリップドットコム経由でシアトル往復13万円台で購入ができましたから、まあ、この価格にね全く文句はないんですよ。まあ、今回はねそういうところも踏まえて空の旅楽しんできたらと思いますけど、とりあえずですねチェックイン機自動の機械で出たので、これですねあれ荷物のタグ自分で貼り付けて、で今から機械にねこれ入れていこうかなと思います。これで一通りのチェックインは多分終わりなんじゃないかなと思いますんでね、結構スムーズですよね。預け入れのみなんですけど、フードだけお持ちでしたら反対側のハイカウンターの方で、滞在の目的を教えていただきます。観光です。何から滞在しますか。6日。6日、6 days。6 days。どこで泊まりますか。ホテル。シアトルの、ホテル116っていうところ。初めてですか。シアトルは初めてです。誰か友達とかいる。友達います。はい。いいですか。はい、見込みの通りチェックインプロセスは無事に全部終わりまして、このままもうスムーズに行けるのかな。保安検査に向かっていきますけども、あ、まだ全然空いてますね今の時間も。ただ今の時間は午後1時を回ったところですけども、いかがでしょう。3連休最終日の羽田第3ターミナル保安検査場は非常にスムーズに流れております。さてさてさて、保安検査と出国が終わってしまえば一安心ですよね。
羽田空港第3ターミナルは制限エリアに入ってからすぐのところにラウンジエリアがあるんです。いつものスカイラウンジにお邪魔をしていきましょう。この日はコーヒーマシンがね動いていなかったみたいでオレンジジュースにしました。でもねこの後スタッフさんが隣のティアットラウンジから持ってきてくれたんですよね。あったかいコーヒー、これでね大満足だったんですけど、これ飲みながらね過ごしていたらちょっと途中で眠くなってきちゃったんでね、奥にありますリラックススペースにお邪魔をしました。動画撮るの忘れちゃったんですけど、オットマンが置いてあって座りながらも足が伸ばせるというですね、そんな座席おすすめです。そんなこんなで1時間ちょいリラックスできたかな。搭乗開始までもう少しだけ時間はあるんですが、ひとまずラウンジを出ます。なぜかというと、これシャワーを浴びたいからなんですね。いや夏も終わりですけども、暑い時期続きますよね皆さん。確か140番ゲート付近で昔1000円だったかな、2000円ぐらい払ってシャワー浴びた記憶があるんですよ。どこだっけかな。免税店の引き渡しカウンターあのスタッフさんに聞いてみましょう。ちょっとお尋ねなんですけど、シャワー浴びれるところってなかったご存じないですか？シャワーですか？シャワーは適当なホテル。はい、ありがとうございます。どうやらトランジットホテル、ここでねシャワーを浴びられるのかな。どうでしょう、なんだか重厚感あふれる入り口じゃないですか。ここでは、1000円2000円じゃシャワー浴びられないでしょう。そんな雰囲気じゃないですよ。一応聞いてみましょうか。1時間5000円ですか？はい。わかりました。スタッフのお姉さんからの値段回答がありました。シャワーだけでも5000円。さすがにないかな。しょうがないんで、トイレで洗顔と歯磨きをさせてもらってね。それでいいとしましょう。いやー、さっぱりしました。さて、ここから搭乗手続きまであとね、時間がもう少しと迫ってまいりました。データ航空166便シアトル行き、スタンバイのお客様、大変お待たせいたしました。お客様、ありがとうございます。はい、奥の地の右に。ああ、すいません。なんとか無事に座席にたどり着きました。アメニティなんですかね、これはデルタトラベルキットとイヤフォン。エンタメシステムは多分使わないのでトラベルキットの方を開けていきましょう。アイマスクと、そしてもう一つがクワイエットプリーズイヤープラグ、耳栓ですねこれ。このアイマスクサイズがぴったりでね、目の圧迫感がなくていい感じです。予備として持って帰ろうかな。さて、離陸をしましたらお決まりの機内 Wi-Fi。 先日のね JAL に乗った時は18ドルだったんだけども、めちゃくちゃ遅かったんですよね。どうでしょう、デルタ航空の方は値段が30ドル近くて結構高いな。でもしゃーない、試してみるか。いつも思うんですけど、機内 Wi-Fi のクレジットカード入力、 Google Chrome にねカード情報を登録してあるんですけど、これの読み取りができなくてね、わざわざ手打ちしなくちゃいけないんですよ。接続前だから通信ができなくて、保存してあるクレジットカード情報を読み取れないって、こういう話なんでしょうけど、どうにかならないのかねこのシステムは。面倒ったらありゃしないよ。さて、肝心の Wi-Fi は爆速とまでは言えないんですけど、空の上としては十分な速度ですよこれは。YouTube だとか動画再生まともにできなかったけれど、作業としてはめちゃくちゃ快適と。これね、滑り出しは良かったんですけど、実は後半の飛行機の中、太平洋の中間地点抜けたところぐらいかな、全く繋がらなくなっちゃったんですよねこの Wi-Fi。 イーロン・マスクのスターリンクが多くの国際線に搭載される頃にはこの不安定さ、これね解消されていて欲しいですよね。なんたって30ドル近い料金払いましたから、この9時間の飛行だけで5000円弱ですからね。やってまいりましたよ機内食。メニューは
チキンとチーズ入りマッシュポテトを頼みました。いただきます。ポテトが濃厚、チーズとの相性も抜群、きゅうり、揚げ豆腐、ほうれん草のごま和え、これね、木のナイフとフォークがついていて、見た目はいいですね、おしゃれな感じ。コーラを開けまして、はあ、最高ですね。チキンがカットできないんですよ。これ木のナイフとフォークですから、まあ、テーブルも貧弱なんでね、力が入れられないと。テーブルの上には封が開いたコーラです。気を抜くと地獄絵図が思い浮かぶエコノミーシートですから、ここは集中をして慎重に食べていきましょう。ごちそうさまでした。食後はハーゲンダッツ、空の上で食べるハーゲンダッツは最高ですよね。コーヒーが欲しいんですよ。でもコーラしかないと。しかもここはエコノミー座席の真ん中エリアのさらに真ん中のシートであることを忘れてはいけません。トイレに行きたくなるから気をつけなくちゃね。いや、もうすでにこれね、トイレに行きたいんですよ。でもこのガチガチに固められた要塞から抜け出すためには数々の試練を乗り越えねばなりません。ごちそうさまでした。この後程よいタイミングで隣の人がトイレ行ってくれたので、ガチガチの要塞エコノミーシートから一時脱出ができました。まあこのハラハラもね、最安値を狙っての渡航の醍醐味なんじゃないかと、プラス思考でいきましょう。さてさて、2回目の機内食です。フルーツと、これはハンバーガーですね。パンの方はふっくらで美味しい。アメリカっぽいパサパサな感じは全くしません。さすがは機内食ということで、油っぽくもないのでストレスなく食べられます。フルーツも新鮮で美味しいね。堪能させていただきました。I'm Daisuke. Nice to meet you. Please, come in. Can you take a picture? Yeah, I'll take a picture. Oh, wow. Hey, go up there, I'll scoot a seat back. Let's touch a seat. Wow. This is very fast time. Wow. Let me scoot the seat back and then get in it. Wow, it's amazing. Daisuke-san, ですか? Daisuke. Konnichiwa. Sugoi.Airbus 330, Airbus の330. He's a famous YouTuber actually. オフ会のチケットもソールドアウトなんですか？そうですね。やっぱり。はい。友達が多いから来るとか言って行きたいんだよ大輔さんの、でもチケット取れなかったって言って。ですか？シアトルは。シアトルは23日に帰ります。あ、一週間弱。いやもう今日今回はもうオフ会のために。来ました。そうなんですか。そうなんですよ。なんかもう友人がなんかハワイから来る、来たかった。あ、本当ですか。すいません。おお。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。感激でした。ありがとうございました。ありがとうございました。コロさせていただきます。はい。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。Thank you。でもカードももらっちゃいましたね。わあ、これ言ってみるもんですね。めっちゃ感激だな。人生初コックピットだった。僕ね、飛行機降りるときに動画のサムネイル写真が撮りたくて、座席で座ってる様子撮ってもらえませんかってお願いしたんです。そしたら CA さんが機転を聞かせてくれて、じゃあコックピット行きますかって。びっくりしましたよ。着陸後のね、お忙しい中で無理は言えまいと。こう見えて僕小心者ですから、声もかけずに降りようかなと思ったんですよ最初は。いやー、勇気を出して聞いてみるもんですね。貴重な空間を見せていただいたデルタ航空さん、そしてキャプテンに感謝です。もちろん初めにお声掛けを してくれた CA さん、そしてコクピットの中まで案内してくれた CA さん、お二方ともお名前を聞けなかったのが心残りなんですよ。この動画でということになりますけども、あの感謝を、ね、お伝えしたいと思います。ありがとうございました。これから始まるシアトルでの時間、どんな1週間になるんでしょう。とりあえず今入国審査も無事に終えまして、
外に出てきたんですけどね、どこ行きゃいいかっていうのを全然考えてなくて、この後のですねルートについては今から調べます。まあ、多分ウーバー見つけてそのまま、ホテルまで行くのが一番無難かなというところなんですけどね。とりあえずもう何にも調べずに来ちゃったもんだからね、はい、こんな感じでやっていきますけど、そうそう、入国審査は非常にスムーズでしたね。ヒゲがもじゃもじゃした入国審査官の方に、ね、当たったんですけど、結構こわもての感じだったんですけどね。聞かれたことは、この滞在の目的と、あとは先月ペルーに行くのにジョン・F・ケネディ、ニューヨークに一旦入国したんですよね。お前なんで先月来たんだということを聞かれましたね。まあでもそれぐらいかな。今回の目的はもう単純にショートステイで観光できたっていうふうに答えて、ジョン・F・ケネディ先月来たのはもうペルーに行くためのトランジットだっていうことを受け答えしたら、もうそれだけでしたね。ハバグっていくということで、すぐね通してくれました。そんな感じ。シアトルタコマ国際空港からベルビューまでウーバーに乗ろうと思ってね、調べたら55ドルの表記がありました。26キロほど離れてるんですが、まあ、それなりの値段ですよね。チップも組み合わさることを考えると1万円弱はしそうな勢いです。それでね、調べてみるとなんと3ドル25セントポッキリでベルビュートランジットセンターまで連れて行ってくれるバスがあるらしいので、そちらに乗車することにしました。でね、これ乗る時もある日本の方に助けてもらったんです。バスの乗り方、料金の支払い方分かりませんから、僕なんかね、これ教えてもらえた。まあ、それだけじゃなくて、なんと僕の10ドル札をですね1ドル札に両替をしてくださったね、親切な方がいらっしゃいました。この方がいなかったら僕は10倍以上、いや20倍はしていたであろう、ウーバー一択という感じでしたから、助かりましたね。いや、なんとか無事にねバスに乗れまして、シアトルベルビューの中心に今来ました。やばいやばいやばい、早く渡んないと。はい、それでね、今とりあえずバス停からホテルまで、今日ブッキングしてるホテルがもうこの近くなんですけど、近くつったっても歩いてね15分ぐらい、ちょっと離れてるので、そこまでね、向かっております。まあそれにしても気持ちのいい天気ですね今日は。いや、シアトル9月がまだなんていうの、すごい過ごしやすい季節だって、ギリギリおすすめの季節の中に入ってんじゃないかなと思うんですけどね、9月も。いや、良かったな今日来て、めちゃくちゃ天気いいし街並みも綺麗だしね。いや、結構歩いた、なんとか歩いて、もうすぐですね、もうあとちょっとでホテルらしきものが見えない。あ、でもあれかな、今シアトル時間で今午前中の11時なんですけどね、僕の今の日本の時間帯で言うと、なんじゃ、今深夜ですよね、とりあえず。深夜の2時とか3時とかなんですかね。とりあえずね、まあ時間感覚は おかしいんですけど、とりあえずお腹が空いてんですよね。いや、これなんか食べれんのかな。そもそもでも、チェックインさせてもらえないと思うんですよね、今。早すぎて。今、予約表見たら、15時チェックインって書いてあったんでね。とりあえずホテルのロビーでいさせてもらおうかな。ちょっと休みつつ、なんか軽食みたいなのが取れるといいんですけどね。いやー、それにしても結構大量の荷物なんでね、車に最適化された道路をですね延々とこの歩いていくっていうのは結構こたえるね。It's too early to check in. What's the last name? Yamamoto. I can check in? Yes. Now? Oh, really? Okay. There's a coffee shop on the second floor called Woods. It's right above that.
Your Wi-Fi code is just back here, mm-hmm. and you're all set on the fourth floor. Ah, okay. Elevator right in the corner. Thank you. Thank you. ホテルにチェックインした後、どっと疲れが溜まってはいたんですが、お腹が空いちゃってね。シアトルは今お昼時、ホテルの筋向かいにホールフーズマーケットというスーパーがあったので、そちらでお昼ご飯を探します。リンゴがツヤツヤなんですけど、これってワックスがかかっているんですかね。美味しそう。カシューナッツが 65g で 10.49 ドル、日本円で1500円は結構なお値段ですかね。東京にある近所のセブンイレブンだと400円もしないぐらいなので、やばいですね。アメリカのスーパーって自分サイズのボックスに詰め込んでグラム購入するタイプの、まあこれなんていうんですか、自分用弁当なんていう名前でしたっけかね。こういうの多いですよね。結局僕はサンドイッチコーナーでツナラップ、これね、ツナマヨを詰めて生地で巻いたやつかな、それとサーモン寿司のパック、そして謎のエナジードリンクを買いました。お値段は全部で 30.32 ドル、なかなかの価格ですよ。4500円相当のランチといったところでしょうか。物価の感覚に慣れていかないとですね。パクパクパクとイートインコーナーでいただきまして、移動の疲れもありますので、すぐにホテルに戻りましょう。さあ皆さん、チェックインした直後にこれ撮ればよかったんですけど、あんまりにもね疲れちゃったもんで、あの後なんだかな、近くのスーパーマーケット、疲れちゃったというかお腹空いてたからね、近くのスーパーマーケット行って食べ物食べたら、それでもう眠くなっちゃって、結局今シアトル時間夜になってしまったんですね。一応お部屋紹介だけしていきたいなと思うんですけども、もうね散らかしちゃった後だからあんま綺麗じゃないんですよね。いやこれね、玄関からちょっと入ってみていきましょうか。さてさてさて、玄関を入りまして、はい、奥に進みますとですね、今回はツインルーム、すいませんね、ちょっと来た、あこっちとこれ飲み捨てちゃった見苦しいところでしたけども、ツインベッドルームでですね、十分なサイズ、広さあります。ベルビューだとかベルタウン付近はですね、今シアトルめちゃくちゃ高いんですよね。ホテルが、いくらぐらいだろうな。日本円で言うと、4、5万円ぐらいがアベレージなのか。まあでも安くて、そんなもんで、これはですね、非常に格安のところを見つけたんですよ。ね、ちょっとこれ、一回寝たんで、まあ、ちょっと、散らがってますけども。はい、まあ、いいとして、ここはですね、2万3000円一泊、2万4000円ぐらいかな、で、することができました。どうですか？十分だと思うんですけどね、机も広くって、ちょっとね、散らかしちゃったんですけども、ちょっとね、風の病み上がりで、まだなんかアレルギー性の咳も出てるんで、牛角さんの喉飴なんか、舐めながらやってますけども、はい、今回はね、ちょっと大きめの、バッグのラゲージで、旅をしております。こんな感じで、お部屋紹介というかすいませんね。散らかった状態なんですけど、なんとかね、休憩をしまして今、動画撮影する元気が出たところで、これをね、回しております。ちょっとこれも使ったんで汚いんですけど、まあ、でも、十分。はい、それで、トイレもですね、はい、広い、十分な広さがありまして、バスタブ付き、お湯も水圧は非常に良かったですね。で、タオルが、これまたね、綺麗なんですよ。すごいね。ちょっと高級そうなタオルが、ありまして、何も言うところはないということで、まあ、収納もですね、まあ、ありますね、という、まあ、非常にシンプルなんですけど、いや、これって十分だと思うな。今シアトルでこの部屋2万円ちょっとで、泊まれたというのはですね、なかなかないんじゃないかな、掘り出し物じゃないかなということでですね、こちらは、ホテル116って言ったかな、に今回は宿泊をねさせてもらっております。それではこれから1週間ちょっと喉の調子がまだ微妙なんですけど、いやもう予定詰まってますから、この1週間はもう本当楽しんでいきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。見てくださってありがとうございました。ではでは。